Let's go。 やっぱ芦沢のお母さんっていい女だよな。本当にふざけんなよ。それはネタに使うなよ。いや、ネタに使うとかじゃないよ。俺本当に綺麗だと思う。誰得なこと言ってんだよ、毎回毎回。本当にいいお母さんだな。お母さんだったらいいけど、いい女って言い方やめろ。電話しめる、ちょっと。いいよ。あ、本当にいいの？いいよ。普通電話だろ。うん。あ、本当に電話した。出るかわかんないよ。あ、もしもし。はい。はい、おはようございます。今さ、撮影してんだけどさ、マッコイさんの。ええ。なんかさ、なんか、おしゃべれんのかってなんか言ってるからさ、ちょっと一回変わるわ。あ、お母さんですか。あ、どうも、お母さんです。あ、ミキ？ミキです。ふざけんなよ、ほんとにお前。流星くんと、あの、旅をしてまして。なんでお前流星くんとか言ってんだよ、俺やろ。お母さんね、どうしてこんな口悪いですか。そうですよね。あの、口は悪いんですけど、あの、中身はいいですよ。ほら、お母さん言ってんじゃないか。だから、そういうところ出せって言ってんだよ。いいや、もう、じゃあな。いや、切んなよ。えい、ミキ。いいよ。流星くんが、お前、好感度上げようとしてんの。ちょっと、お前、俺の親に。いや、だって、お前、お母さんに足沢って言えねえだろ。ミキってなんだ、お前。いや、出てたから。おめえよ。話伸ばしてんじゃねえよ。いやいや。ねえよ。伸ばしてはない。俺ただご挨拶と思ってんじゃん。俺別に、俺何にもしてねえだろ。何お前俺のお母さんにな、ちょっとお前下心出してんねん。なんかお前電話前で、え、電話できんのとかお前ちょっとウキウキしてたろ。いやいや、何それで何がお前、あ、流星君、お前声も変え、変えてな。お前ほんと、お前なんだそのいいものの言いよ、お前。そうだろ。なんで俺がお前の母ちゃんなんかちょっと、しようとしてると思って。バカじゃねえのお前。ふざけんなよ。ふざけんなよ。ふざけんなよじゃない。俺だってそんな下心なんかないよお前。いやお前俺あるように聞こえたからな。冗談じゃないよ。